はい、皆さん、こんにちは。この動画ではですね、TOEIC の超品質単語を53個解説していこうと思います。まあ、特にこの53個っていうのは、このよく問題に絡む単語、あとは意味を勘違いしやすい意外な意味の単語ですね。これを厳選して53個ね、解説していこうと思います。まあ、例えばどんなのかっていうと、こういうのですね。rent、まあ普通借りるって思ってるじゃないですか。でも rent って借りるだけじゃなくって、家賃っていう意味があるんですよねとか、まあこれって結構TOEIC に出るんですよね。あとは、この study ってまあ普通勉強するって思ってると思うんですけど、TOEIC では研究っていう意味でもよく出てくるんですよってことですね。まあ特にこんな感じでよく出てきます。the study shows that。この研究が見せるのは以下のことです。まあこの研究によるとみたいな言い方なんですけど、こういうのがよく出てくるんですけど、まあそういうね、単語を、厳選して53個解説していきます。これまあ合わせると55個ですけどね。ちなみにですね、この動画を作ってる僕は何者かっていうと、猛牛先生っていうね、名前を名乗ってるんですけど、TOEIC 満点連続40回で、通算62回満点を取ったことがある、TOEIC 講師です。著作でこういうのがあります。これはこの猛牛チャンネルの内容を、書籍化したものですね。これはパート5の文法問題に特化した問題なんですけど、文法問題苦手だよっていう方はすごく役に立つと思うので、もし興味があれば、この動画の概要欄見てみてください。さて、今日はですね、序盤から中盤は基本単語です。まあ、基本っていうか、TOEIC を受けたことがある、勉強したことがある人にとっては、まあ、あれですね、よく知ってる単語です。TOEIC 受験者必須。まあ、逆に言うと、これ知らないとまずいなぐらいですね。で、終盤30番台以降は少し難しい単語があります。中級者、上級者の方でも、あ、知らなかったっていうね、ちょっと面白いなって思う単語が結構あると思います。で、さっきみたいに、黒で隠してる、ちょっとしたクイズ形式にしてますので、単語が見えたらですね、これってどんな意味なんだろうって、ちょっと、ご自身で考えてみると面白いかなと思います。さて、53個あるので、早速、どんどん進めて、サクサクね、進めていこうと思います。はい、まず一つ目ですね、このメモ。メモって思うじゃないですか。これメモって普通にね、手書きのメモとかなんかこうちょっとした覚え書きだと思ってるんですけど、TOEIC でよく出てくる意味は社内連絡文書ですね。メモって意味もあるんですけど、社内連絡文書っていう意味で出てきます。まあ、特にこの長文でメモ自体が出てくることが多いですね。なので、長文でこれメモですよって書いてあったら、あ、これって会社の中の人が会社の中の人に送った文書なんだなっていうのが分かって、まあ、長文が読みやすくなったりするってことがあります。メモは社内連絡文書です。まあ、例えばなんですけど、社内でこういうルールが変わりましたよとか、なんだ、今後は週休2日から週休3日になりますよとか、まあ、そんなすごい連絡があるかわかんないですけど、まあ、そういった感じの、文章のことです。はい。じゃあ次いきます。はい、次、discuss ですね。discuss は議論するって思うじゃないですか。discuss で議論するって思うと、なんとなくこう、言い合うみたいな、喧嘩するでもないけど、対立するみたいな意味があるような気がするんですけど、実はそうじゃなくて、話すとか単純に話し合うぐらいの意味があるんですね。例えば、リスニングでこういう質問が出ます。What are the speakers discussing? スピーカーズっていうのはあんまリスニングセクションで喋ってる人たちなんですけど、喋ってる話してたちは何について話しているでしょう。これって、トークアバウトなんですよね。discussing だから、talking about。What are they talking about? と同じことです。なので、まあ、話すぐらいですね。議論するって思ってるとちょっと、あれって思うかもしれないですね。あとは、これ実は人間だけじゃなくて、物が何かについて述べるっていう意味でも使われます。述べる?論じるですかね。What does the article discuss? っていうのはよく長文に出てくる、質問ですね。この article は記事なんですけど、まあ、新聞記事とかですね。新聞記事は何について述べていますか?なので、これって、この新聞記事って何についての、ものでしょう?っていう、問題が長文問題で出たりします。discuss はね、そういう風に出てくるので、議論するじゃないですよってことは覚えておくといいですね。まあ、議論するっていう意味もあるんですけど、まあ、単純に話し合うとか述べるっていう意味でも使われます。はい、次いきます。三つ目ですね、business。ビジネスは、ですね、ビジネスって思いがちなんですけど、実は、会社とかお店っていう意味があります。これは加算名詞の時ですね。加算名詞って何かっていうと、例えば、こんな感じで、a business とか、まあ、一つのビジネスとか、businesses って複数形になってったりする場合は、これは会社とかお店っていう意味になります。これね、僕最初知った時意外でしたね。うん、これ知ってないとちょっとね、長文読んでる時とかに、うんって思うことがあるのでね、知っておくといいと思います。あとですね、これは発音の問題なんですけど、僕最近知ったのでちょっとこれついでに触れとくんですけど、ビジネスっていう風に発音したくなるんですけど、ビジネスって愛があるじゃないですかね。なんですけど、これ読み方は、business、business ってそうです。B, Z の Z の E の発音はいらないそうです。Business が正しい発音らしいですね。あ、僕これ最近知りました。補足情報でした。じゃあ次4つ目いきます。Local ですね。Local ってなんとなく日本のこのローカルと思ってると、田舎のっていう意味がありそうなんですけど、Local には田舎のっていう意味はありません。これ実はその土地の、つまり全国的じゃないっていう意味なんですね。例えば、Local Businesses。はい。ビジネスイズ出てきましたね。これ会社とかお店なんですけど、ローカルビジネスイズって言ったら、全国的じゃないその土地にあるお店とか、その土地にある会社って意味ですね。まあ地元密着の会社みたいな感じですかね。まあその土地ってどこって言ったらあれなんですけど、それまでの話に出てきた、その土地にある会社とかお店のことですね。はい。あとはこういう風にも使われます。Locally grown vegetables。これはローカルじゃなくて、Locally。その土地でとか意味なんですけど、その土地で grown、栽培されている vegetables、野菜とかですね。こういう風にも使われます、local ね。はい、じゃあ次行きます。次、different。まあ、different って普通違うって思うじゃないですか。別とかね。なんですけど、
こういうふうに言われるとき、例えば in different countries、 後ろが複数形になっているときは特にいろいろなって意味で使われるんですよ。 in different countries って別の何か元となる国があって、それとは別の国っていう意味ではなくって、いろんな国でっていう意味で使われます。あ、違う国でっていう、まあ文脈でもなるかもしれないんですけど、でも基本はいろんな国でっていう形でね使われます。 different 覚えておきましょう。はい、次 interview ですね。インタビューっていう意味もあります。普通にインタビューっていう意味もありますが、 TOEIC でよく出てくるのは面談とか面接っていう意味ですね。 job interview だと就職面接だし、 interview a candidate、 この candidate っていうのはまあ仕事の候補者とかなんですけど、まあ応募者ですね、なんですけど、これだと候補者をインタビューする、違う、面接するっていう意味になりますね。はい、じゃあ次いきます。はい、7つ目 play ですね。 play って普通は play the guitar、 ギターを弾くとか、 play baseball、 野球をプレイする、まあするとかなんですけど、 the actors of the play、 劇の俳優みたいに劇っていう意味で使われたりします。あとは play an important role、 role っていうのは役とかいう意味なんですけど、重要な役を演じるっていう意味にもなる、でも使われますね。これ動詞ですけどね、こっちは名詞で劇っていう意味です。で、こっちは動詞で、うん、演じるですね。まあ、演じたり劇だったりっていうことですよね。play ね。そういう意味でも使われます。特に、この劇っていうのはね、知らないと何のこっちゃろって思ってしまうので覚えていきましょう。じゃあ次いきます。はい、八つ目ですね。tour ですね。ツアーってまあ思うんですけども、確かにね、guided tour、ガイドさん付きの、ツアーっていう意味でも使われるんですけど、なんかそういう旅行だけじゃなくって、a tour of a factory、工場見学っていう意味で使われます。この tour には見学とか見て回ることっていう意味があるんですね。で、これは名詞なんですけど、tour a factory みたいな感じで、工場を見て回る、工場を見学するっていう動詞でも使われますね。これもめっちゃよく出てきますね。毎回のように出てくる表現です。はい。じゃあ次、9番、インストールですね。まあ、インストールって言ったら日本語でもインストールするっていう、日本語があるんで、まあ、ソフトをインストールするって思うんですけど、まあ、そういう意味でもあるんですけど、実は取り付けるとか設置するっていう意味でも使われます。install a camera だとカメラを取り付ける。で、install an air conditioner だとエアコンを取り付ける、設置するですね。っていう風にも使われます。はい、じゃあ次いきます。10個目、run ですね。run、まあ普通に走るなんですけど、TOEIC では、run a restaurant とか、run a website っていう意味でも使われますね。レストランを経営するっていう意味です。ウェブサイトを運営するですね。run には走らせるみたいな言い方があるんですよね。だから、レストランを走らせる、つまり経営する、ウェブサイトを走らせる、つまり運営するみたいな、役になります。こんな感じですね。はい、じゃあ11番いきます。これは place ですね。place はまあ普通場所っていうふうに思うんですけど、はい、こういうふうにも使われます。Boxes have been placed on a table. まあ、もしくは、誰かが has placed boxes on a table ですね。はい。テーブルの上に boxes 箱が置かれているっていう意味です。これは置くっていう動詞で使われるんですね。place 置くです。うん、あとは、すごくよく問いくれてるのは place an order っていう言い方もありますね。order は注文なんですけど、place an order だと注文をするっていう意味になります。あとは、place an advertisement。広告を打つとか、広告を出すですね。っていう意味でも使われます。こういった形で place っていうのは、動詞でよく使われますね。はい。どんどん行きましょう。はい、12番です。commercial。まあ、広告って意味ですよね。テレビジョンコマーシャルっていう言い方ももちろんあります。テレビの広告なんですけど、これ他の意味知ってますかね。はい。こんな感じで使われます。commercial building とか、commercial area。ですね。うん、これは何かっていうと、ビルディングって建物じゃないですか。これって商業ビルって意味なんですよ。commercial area っていうのは商業地区ですね。っていう感じで、商業のっていう、形容詞で使われますね。もともとはこの commerce っていうのが商業とか商売、商取引っていう意味の名詞があって、それの形容詞形が commercial になるんですね。commerce っていうのは e コマースって日本語でも言いますかね。e コマースの e は、ま、電子ですよね。だから電子商取引 e コマースなんですけど、まあ、そっから commercial 商売のっていう意味が出てきたってことですかね。はい、感じです。はい、じゃあ次13番、move ですね。まあ、move は動くとか動かすっていう意味ですよね、普通にね。move a table だとテーブルを動かすです。なんですけど、こういう風に出てくるとちょっと動くとはちょっと違う意味になりますね。he moved to Tokyo。とか、あと、moving company とか、mover っていう言い方もあるんですけど、これは彼は東京に動いた。まあ、動いただとちょっとわからないですよね。これ、引っ越したっていう意味ですね。引っ越すっていう意味で使われます。あとは、moving company、mover っていうのは、これは両方、引っ越し業者です。どっちも、引っ越す会社、引っ越す人たち、引っ越させる人たちってことで、引っ越し業者っていう意味で、これもよく出てきます。じゃあ、次行きます。はい、次ですね。14番、パフォーマンスです。まあ、パフォーマンスって上演とか演じること。パフォーマンスって日本語でも言いますね。まあ、ミュージカルパフォーマンスだったら音楽パフォーマンス、音楽の演奏っていう意味ですね。さて、じゃあこっちどうでしょう。employee performance review っていう言い方があります。employee performance review。これ意味わかりますかね ?employee は従業員ですよね。review は見直しとか検討とかっていう意味なんですけど、このパフォーマンスっていうのは実は、成績とか業績っていう意味です。
まあ、なので、従業員の業績評価なんですよね、これって。だから、従業員業績評価って要するに人事効果のことなんですけど、まあ、これを Employee Performance Review って言います。まあ、パフォーマンスって、最近は日本語でも、その、成績とか業績のことを、パフォーマンスがいいねとか言ったりするかもしれないんで、わかりやすいですね、最近ね。はい。っていう感じで次行きましょう。はい、15番ですね。次は Hours なんですね。まあ、Hours って時間じゃないですか。時間なんですけど、これ文脈次第で営業時間っていう意味になります。まあ、営業時間っていろんな言い方があって、Business Hours。ビジネスの hours だから営業時間。operating hours、創業時間。まあ営業時間ですね。opening hours、開いてる時間。office hours、まあ事務所の時間。まあ会社の時間。まあ全部営業時間のことです。ね。はい。まあ勤務時間って訳すこと時もありますけど。なんですけど、まあこうやってついてたらわかるんですけど、ついてない時があるんですよ。こういうふうに。our hours are 何々。私たちの時間はっていきなり来ることがあります。これ営業時間のことです。私たちの営業時間は何々ですっていう時に、our hours are っていうふうに言ったりしますね。はい。じゃあ次行きます。次16番、ship ですね。まあ、ship は船なんですけど、はい、ship an order っていうのは動詞で、注文、これここでの order は注文品です。注文品を ship、発送するとか送るっていう意味があります。shipment だと、まあ、発送とか積み荷、発送っていう行動、動作の名詞にもなりますし、積み荷っていうものの名詞にもなるんですけど、shipment っていう名詞もね、一緒に合わせて覚えておくといいと思います。はい、次17番、work ですね。まあ、work って普通働くっていう意味で覚えますよね。なんですけど、まあ、こういう使い方もね、覚えておくといいと思います。The copier is not working. とか、that doesn't work. That might work. Work on a report. ですね。はい。まず最初、The copier is not working っていうのは、copier はコピー機です。コピー機が working してないよ。コピー機動いていないよっていう意味です。動くですね。はい。あとは、that doesn't work. この work っていうのは、うまくいくっていう意味なんですけど、これはそれはうまくいかないんだよねっていう言い方ですね。例えばなんかこう、こういう風にやってみたらって提案された時に、yeah, that doesn't work って言ったりしますね。それうまくいかないんだよね。やってもダメなんだよねっていう時に使います。で、それと同じで、that might work っていうのは、それうまくいくかもしれないねっていう言い方ですね。はい。あ、それいい考えかもしれないね。じゃあやってみようみたいな時に使います。that might work ですね。はい。この辺も働くと関係ないですよね。あとは、work on a report っていう言い方もあります。これは work on っていう、まあ、セットでもあるんですけど、レポートの作業をする。まあ、work って作業するって意味があるんですよね。だから、レポートに取り組むっていう意味になりますね。この work on っていうのもめちゃくちゃよく出てきます。で、この work on を、仕事と絶対関係があるものだって思っておくと、ちょっと勘違いしちゃう時もあるので、ね、ぜひこの work っていうのは、work ってそう、work って実は努力するとか作業するっていう意味があるんですよね。働くだけじゃないっていうのは、ぜひね、覚えておきましょう。じゃあ次行きます。次、18番、copy ですね。はい。copy はもちろん make copies でコピーを取るとかね、まあ、コピーを作るか。っていう風な言い方があるんですけど、こういう使い方もします。a copy of the book ですね。これは、本一冊とか一部っていう意味ですね。その本一冊。この冊とか部っていう意味でも、名詞ですけどね。はい。使われますので覚えておきましょう。あとは、はい。ついでに覚えておきたいのは、copier。さっき出ましたね。とか、photocopier っていう言い方です。これは両方とも、コピー機のことです。機械のことですね。コピー機ですね。これも覚えておきましょう。これはこっちのコピーですけどね。はい。はい。次ですね。デザインです。デザインっていうのは、デザインとかデザインする、まあ、芸術的なものを多分思い浮かべると思います。なんですけど、こういう言い方もします。デザイナービルディングとか、デザイナープロモーショナルキャンペーンみたいな感じですね。これ、建物をデザインする、なんだろうな、飾りをつけるって意味じゃないんですよね。デザインには設計するっていう意味があります。なので、建物を設計する。ちなみに、これをする人は、建築家ですね。建築士か。建築士の人がやることですね。あとは、デザイナープロモーショナルキャンペーン。プロモーショナルキャンペーンっていうのは、宣伝キャンペーン、広告キャンペーンのことなんですけど、広告キャンペーンをデザインするって言ったら、それは、広告キャンペーンを企画する、みたいな感じですね。はい。必ずしも芸術的なんだろう、飾りじゃないよってことは覚えておきましょう。はい、次ですね。store。store には店っていう意味がもちろんあるんですけども、それだけじゃないです。動詞で使います。こんな感じですね。extra chairs are stored in the closet. extra chairs are stored in the closet. ですね。まあ、クローゼットの中に extra chairs、余分な椅子、まあ、予備の椅子がストアされていますよ。このストアは実は保管するとか置くっていう意味ですね。椅子がクローゼットの中に置かれていますよ、保管されていますよっていう風に、ストアは動詞で保管するっていう意味で使います。っていう感じで21番いきます。はい、neighborhood。これ、勘違いしてる方多いですね、これね。neighborhood は近所っていう意味でもちろん使うんですけど、自分の家の近所っていう意味でね、もちろん使います。そう、例えば my neighborhood みたいな感じで、私の neighborhood って言った時はこれですね、近所です。まあ、his とかだ、彼の近所はね、っていう感じなんですけど、
こういう風に出てきた時は違います。In a quiet neighborhood、まあ、これよくなんかトイックに出てくる表現なんですけど、静かなネイバーフッドでっていう言い方なんですね。ネイバーフッドって別にこれ誰かの近所じゃないんですよ。これってただ単に地域っていう意味ですね。閑静な住宅街みたいな、住宅かどうかは知らないですけど、まあでも多分クワイエットだから住宅街なんですけど、まあ静かな地域っていう意味で使われます。これは別に誰かの近所っていう意味じゃないんですね。うん。なのでこれはね、しっかり覚えておくとね、んってやっぱ止まらないですよね。こういうちょっとした違いを覚えておくとね、長文読んでる時に誰の近所だろうとか変なこと考えなくて済むので、はい、こういうのも覚えておくといいかなと思います。ちなみにネイバーって近所の人って言うじゃないですか。まあ言うっていうか近所の人っていう意味なんですけど、実はこれ隣の人って意味があって、隣の席の人っていう意味もあるんですよね。そうそう、別に家が近いだけじゃなくって席の時も使うんですね。これ僕がカナダで語学学校に通ってる時に、実はあなたのネイバーがうんたらかんたらってこう先生に言われた時に、ネイバーって近所に住んでる人のことだよなって言ってちょっと勘違いしちゃって、実はまあその時は文脈というか状況で、僕の隣に座ってる人のことだなって分かったんですけど、何のことだろうって一瞬ね、戸惑っちゃいましたよねっていう。はい。まあ、この隣の席の人っていうネイバーが、トイックで出てきやすいかって言われたら多分出てこない気もするんですけど、出てくるかもしれないですけど。まあまあ、実はそういう意味もあるんですね。ちょっとネイバーってね、広いんですね、意味がね。はい。ちょっとね、余談でした。はい。じゃあ次22番行きましょう。はい、22番ですね。はい。department。これも勘違いしてる方多いですね、初心者の方ね。はい。デパートだと思いがちですが、デパートは英語では department store。店っていう表現がいります。department store ってね。これっていうのは、実は部門って意味なんですよね。部門。デパートだけだと部門っていう意味なんです。まあ、だから、例えば、シューディパートメントとか、ファーニチャーディパートメントっていうのが、デパートメントストアの中にあったりするんですよ。これ何かっていうと、靴部門というか、靴売り場のことですよね。靴を扱ってる部門なんで。あとは、ファーニチャー家具。家具売り場のことです。大きなお店の中に、ファーニチャーディパートメントってやったら、家具売り場だったりしますね。あとは、トイックでもっとよく出てくるのは、こういうのですね。セールズディパートメントとか、アカウンティングディパートメントです。セールズディパートメントっていうのは、会社の中のセールスを担当する部門なんで、営業部ですね。あとは、アカウンティング、会計とか、経理なので、経理部って訳されたりします。このデパートはよく勘違いするんで、ぜひ覚えておきましょう。はい、じゃあ次です。23番、ノートですね。はい、ノートっていうのは、まあ、なんとなくこう、なんていうんですか、本になってるノートのこと、だと思いがちなんですが、これってノート、日本語で言ういわゆるノートのことはノートブックっていう風に言います。まあ本になってますからね。ノート自体はですね、こんな感じで使います。Please note that みたいに使います。このノートはまあ動詞で使いますね。はい。ざっと以下のことに注目してくださいとか注意してくださいっていう意味です。Please note that。あとはこれと同じ意味で、長文とか文書の一番下の方に note なんとかあって、これが出てくるときあります。note なんとかあって。まあ、これ日本語にしたらこうなんですよね。注意みたいな感じですね。はい。米印だけの時もあるかもしれないですけど、これと一緒なんですよ。うん、note。注意してくださいね。以下のことにっていう意味です。はい。あ、そう、昔はこの note っていうのが、実はパート7、TOEIC のパート7長文の中で、この note が出てきたら、まずここが問題に絡む、正解に絡むっていうのがあったんですけど、最近ないような気もしますね。ひょっとしたら傾向ここ変わってるのかもしれないですね。はい。あ、でもでもこういうのがあったら、注意してみるのはね、見た方がいいんですけどね。はい。どうなんだろう。うん。まあいいです。はい。あとは、take notes とか、write notes っていう言い方があります。この notes って何かっていうと、これメモって意味なんですよね。take notes でメモを取る。これも write notes も一緒です。メモを取る、メモを書くですね。はい。notes はだからメモっていう意味とか、あとは動詞で注意するっていう意味があるんですね。うん。って感じです。次行きましょう。はい。次24番、book ですね。book は本ですね。はい。本なんですけど、動詞で使われます。book at room とか、book at table っていう風に使われます。この book は動詞で予約をするです。部屋を予約するとか、テーブルを予約する。まあ、テーブルっていうのはレストランとかですよね。はい、テーブルを予約するみたいな言い方があります。これもめちゃくちゃ品質ですね。で、次いきます。はい、25番、examine ですね。examine って、examination、これテストとか試験って意味じゃないですか。で、examine は動詞で試験するっていう意味があるんですけど、TOEIC のパート1の、で、よく出てくるんですよ、これが。こんな感じでね、出ていきます。He is examining some papers。ここでの papers っていうのは、書類っていう意味なんですけど、紙。まあ、紙、書類ですね。はい。書類を彼は何々しています。これ試験してるんじゃないんですよね。はい。これじっくり見てるなんですよ。うん。だから、パート1、写真描写問題で、男の人が、なんか書類をじっくり見てるっていうのが出てきて、これが he's examining some papers っていうのが正解になることがありますね。うん。まあ、あとはね、検討するみたいな、まあ、じっくり吟味するってことなので、長文、そのパート1だけじゃなくって、リスニング、リーディング全体通して、じっくり見る、じっくり検討するみたいな意味で使われることもあります。じゃ、次26番いきます。
26番、refreshments ですね。まあ、これも有名ですね。はい。これ、refreshments っていうのは、リフレッシュっていう意味じゃないんですよね。なんとなくリフレッシュっぽいんですけど。あ、ちなみにこれ、深さんなら、深さんっていうのはその、S ついてない状態だったら、リフレッシュみたいな意味もあるんですけど、トイックでね、それが出てくることあんまり多分なくて、refreshments っていう複数形でよく出てきます。特にこの free refreshments とか、あとこれですね、complimentary refreshments っていう形で出てきます。complimentary と free っていうのは両方無料のって意味なんですけど、refreshments は無料の食事とか飲み物っていう意味です。例えばセミナーとかをするときに、あ、無料でちょっとしたお菓子とか、なんかちょっとしたつまむものが出てきますよっていうときに、free refreshments がプロバイド提供されますよとかいう文脈で出てきますね。refreshments。これよくね、長文で問題に絡むんですよ。長文だけじゃなくて、リスニングでも絡むんですけど、うん、すごい重要な単語ですね。はい。次27番です。pot っていう単語なんですけど、これもちろん pot っていう意味もありますが、ね、coffee pot とかですね。コーヒーポットのことかな。うん、なんですけど、あんまりこれで多分トイックには出てこないんですね。はい、pot はですね、あ、もうこれ出ちゃいましたけど、鉢っていう意味で出てきます。例えば、flower pot だったら、まあ、花を植える、まあ、植木鉢ですよね。とか、potted plant。これ、plant は植物って意味なんですけど、これで植木鉢っていう意味ですね。まあ、植木鉢の植木の植物っていうんですか、なんていうのかわかんないですけど、植物が入った植木鉢のことです。はい。potted plant。あとは、深い鍋のことも、pot っていうふうに言います。pots and pans っていう言い方があります。この pan っていうのは、フライパンのパンのことで、浅い鍋っていうんですかね。フライパンみたいなやつのことです。で、こっちの parts っていうのは、まあ、もしくは part っていうのは、深鍋のことですね。この辺は、すごくよく、part 1写真描写問題で出てきます。まあ、ちなみに、トイック関係ないことで言うと、part ってなぜか麻薬っていう意味でも使われるんですけど、全然絶対トイックに出てこないんですけど。はい。どうでもいいですね、これね。はい。じゃあ次行きます。はい、28番、ストーブですね。うん、これは暖房用のストーブっていう意味もあるんですけど、トーイックで出てくると、まず間違いなくと言っていいと思います。料理用のコンロのことです。コンロのことはね、コンロってね、日本語なんですね。はい、ストーブって言うんですね。これも、パート1でよく出てくる単語ですね。ストーブっていう単語が聞こえて、目の前というか写真にコンロが写ってる時があります。それは、コンロのことです。ストーブのね。はい。この辺、そうか、パート1の単語です。はい、じゃあ次行きます。29番、アウトレットですね。まあ、もちろん、日本語で言うアウトレットモールみたいな、アウトレットマールとか、販売店って意味があるんですね。アウトレットってね。アウトレットストア。で、アウトレットっていうのは、要するに、何かの出口っていう意味なんですよ。これって、販売店なんですけど、なんか品物を吐き出す店みたいな意味なんですよね。で、パート1で、パワーアウトレットみたいな感じで出てくる時があります。パワーっていうのは力なんですけど、まあ、電力のことで、電力が出てくるところ。まあ、つまり、コンセントの差し込み口のことですね。まあ、ここから電気出てくるじゃないですか。これのことをアウトレットとか、パワーアウトレットっていう風に言います。パート1にね、よく出てくる単語ですね。で次、30番。これもそうですね。バッグって、めっちゃ簡単な単語なんですけど。バッグ、ただ、バッグをカバンだと思ってる。カバンであるとだけ思っているとちょっと引っかかる時があります。こういう風に言います。プラスティックバッグとかペーパーバッグって言います。プラスティックっていうのは日本語で言うとね、多分ビニールが近い表現だと思うんですよね。プラスチック袋、違う、ビニール袋のことですね。とかペーパーバッグだったら紙袋のことです。バッグには袋っていう意味があるんですね。もうカバン、取っ手付きのカバンだけじゃないですよってことは覚えておきましょう。じゃあ次行きます。この辺からちょっといい感じの単語になってきますね。テップっていうのは、まあ、もちろんなんだろうな、ちょっとしたお金をあげること、サービスに対して払うチップっていう意味もあるんですけど、こういう形で使うことがあります。cooking tips、travel tips とか、provide tips on how to 何々みたいな感じで出てきます。この tips っていうのは、助言とかアドバイスとかコツっていう意味があるんですよ。なので、cooking tips って言ったら、なんか料理のコツとか料理のアドバイスですね。travel tips、旅行のコツ。なんかね、カバンを軽くするコツとかそういうことですよね。はい。あとは provide tips on how to これそのまま出てきますね。何々の仕方に関する助言を提供するアドバイス、コツを教えるみたいな感じでこうやって使われます。はい、32番次ですね。rest は、まあ rest ってなんとなく休憩って思うじゃないですか。take a rest で休憩をするっていう言い方があります。でもこういう風に使われることもあります。for the rest of the year ですね。for the rest of the year これ何かっていうと、ここは休憩じゃないんですよ。1年の休憩じゃなくて、1年のこれ残りっていう意味です。例えば今が4月とか5月だとしたら、残りの期間ってあるじゃないですか。この残りの期間で何かしますよっていう時に for the rest of the year って言うんですよね。まあ、だからあえて訳すとしたらなんかこれ訳しにくいんですけどね。この後1年、この1年、この1年か。今年が終わるまでの期間っていうんです。はい。for the rest of the year。まあ、そういう形でね、使われます。じゃ次行きます。はい。33番ダイエットですね。はい。ダイエットはダイエットっていう意味でもまあなんとなく使われるんですよ。例えば I'm on a diet だと私はダイエット中ですっていう意味に、まあ確かになるんですね。痩せるためのね、作業っていうか、なんかですよね、ダイエット。
なんですけど、まあ、こういうふうにトイックでよく出てきますね。トイックで多分あんまダイエットの話出てこないんですけど、a healthy diet、こっちはよく出てきます。とか、a balanced diet ですね。健康的なダイエット。バランスの取れたダイエット。これ何のことかっていうと、これ食事のことなんですよ。健康的な食事とか、バランスの取れた食事を取りましょう、みたいなね。そういう文脈でトイックではよく出てきます。で、これ実はダイエットってもそもそも食事の体系、食事、一般的に普段口にする食事っていう意味があって、で、ここの a diet っていうのは、これは僕の感覚なんですけど、I'm on a diet 何のことかっていうと、ある食事の上に乗ってるんですよ、私は今。例えば、なんか痩せるような食事の上に私はいますっていう意味で、私は今ダイエット中なんですっていう風になってると思うんですね。だから実はこの I'm on a diet のダイエットには、なんだろうな、運動するみたいな意味って含まれないんですよ。まあでもね、まあ普通にね、ダイエット してますっていうのは I'm on a diet で全然いいと思うんですけど、まあトイックではこっちの方がよく出て、こっちの方でよく出てきますね。a healthy diet とか a balanced diet ですね。でちなみにこれに関連して、ダイエティシャンっていうのもたまに出てきますね。ダイエティシャンって何かっていうと、栄養士さんのことですね。あなたこう、食事に関してこういう風にした方がいいですよ。こういう風にすると健康的な食事ですよっていうようなアドバイスをする人がダイエティシャンです。はい。じゃあ次いきます。34番、オリジナルですね。まあ、オリジナルの、なんだろうな、日本語でいわゆる、オリジナルのなんとかっていうじゃないですか。独創的なってね。まあ、そういう意味もあるんですけど、あんまりこっちの意味でトイックでは出てこなくて、こういう風に使われます。すみません、オリジナルここですね。The item must be returned in its original packaging。まあ、こういう文めっちゃ出てきますね。The item、品物は must be returned。return、返却する。返品されなければいけません。in its original packaging。その、まあ、この品物のオリジナル、元々のパッケージング、包装に入れて返却されなければいけませんよってことですね。まあ、だから例えば、返品したかったら元の箱に入れてねっていう意味なんですけど、元の箱に入れた状態で返品してねっていう言い方ですよね。トイックはすごくよく返品の話が出てくるので、ぜひこれね、覚えておきましょう。オリジナル、めっちゃ大事ですね。はい。次、35番、プリンター。まあ、これはプリンターって思うじゃないですか。これすごい、一瞬で終わるんですけど、プリンターって実は、印刷会社とか、印刷業者っていう意味があります。これ人間なんですね、プリンター。人間じゃないわ。必ずしも機械じゃなくて、会社でプリンターっていうのがあるので、これ意外に印刷会社って知らないと、解けない問題とかあったりしますね。これも覚えておきましょう。で、次、36番、プレジデント。この辺なんか、サクサクっていけるやつですね。まあ、プレジデントはもちろんね、大統領、今だったらバイデンさんですかね。はい、なんです。この間までトランプさんだったんですけど、プレジデントは、はい、社長っていう意味があります。そして、TOEIC では大統領という意味で出たことはおそらくなくて、社長っていう意味出てますね。はい。はい、どんどん行きましょう。37番、travel ですね。travel は旅行するとかもちろん旅行っていう意味があります。travel agency って言ったら、旅行代理店のことですね。HIS とか、近畿通とかですね。はい。なんですけど、実は旅行ってだけ思っておくと、んって思う時があるんですよ。どういうことかっていうと、こういう言い方があります。travel to work。travel to work。これ何かっていうと、この work っていうのは仕事場とか、まあ、職場のことなんですけど、職場に行くぐらいの感じ、移動するですけどね。これで、通勤するっていう言い方があるんですね。travel to work。私の場合は僕の場合は travel to work by bus とか、travel to work by train みたいな感じでね、行ったりしますね。なので、旅行だけじゃなくって、なんか移動するっていうのにね、使われるんですよね。travel ってね。必ずしも旅行じゃないっていうのはね、ぜひ覚えておきましょう。はい、後半入ってきましたね。ちょっとこの辺から難しいですね。はい、38番、report to ですね。何々に報告する。まあ、報告するっていう意味ももちろんあります。でもこういう風に使われるんですね。please report to the reception desk。この report to、reception desk は受付デスクですよね。受付デスクに報告してくださいじゃないんですよね。report to work も同じ、これも同じ意味なんですけど、これ顔を出すみたいな意味なんですよね。顔を出すってのは要するになんかその場まで行くって意味なんですけど、なので please report to the reception desk っていうのは、受付まで行ってくださいっていう言い方です。report to work っていうのは、これさっきも出てきましたけど、work は職場ですね。職場に顔を出すとか、まあ、これ出勤するか。これ出勤するっていう意味になりますね。で、もう一個ですね。これも覚えておきたい表現。I report to Mr. Ito。これどういう意味だと思います？私はミスター伊藤のところに報告するとか顔を出すっていう、まあ、その辺、まあ、ひっくるめて実は、これ現在形だから普段私はミスター伊藤にリポート2してますよって意味なんですけど、これ私の直属の上司は伊藤さんっていう意味なんですよね。はい。だから多分ですけど、私の上司が伊藤さんだから私は伊藤さんのところに普段から報告したり顔を出してますよっていう、まあまあそんな感じだと思うんですよね。まあ、report to はね、直属の上司であるっていうふうに覚えておくといいと思います。私がじゃなくて、私の直属の上司は伊藤さんです。ですけどね。はい。これパート5とかでね、問われる時があるんですよね。リポートを入れるとかで。これ意外じゃないですか？こういうの覚えておくとね、いいですよね。じゃあ次行きます。
はい、39番、レセプション。さっき出てきましたね。レセプションデスクってのは受付。まあ、受付デスク、受付のことなんですけど、実はこういう言い方があるんですよ。hold a reception。これ意味わかりますか ?hold a reception。あとは、wedding reception とかね、言ったりします。まあ、これがあるとわかりやすいですかね。この wedding reception っていうのは、結婚披露宴のことです。披露宴。で、hold a reception とか、まあ、これ何かっていうと、パーティーと同じなんですよね、大体ね。レセプション、歓迎会とか、まあ、パーティーのことです。はい。のことをレセプションって言います。これなんでなんてことなんですけど、実はこのレセプションって receive の名詞形なんですよね。で、receive って普通、まあ受ける、まあだからレセプションなんですけど、歓迎するっていう意味もあるんですよ。receive には歓迎する。まあ一緒ですよね。なんかあっちから向かってきたものを受けるから歓迎するじゃないですか。まあそうすると、歓迎するもの、歓迎会っていう感じになります。まあ一緒ですよね。レセプションデスクもまあお客さんが来るところを歓迎したりする場所だからレセプションデスクって。まあそういう意味ではね、繋がってるんですけどね。うん、まあまあ、レセプションは歓迎会っていう意味でも使われます。で、次、40番、ポリシーですね。まあポリシーとか、まあなんだろう、私のポリシーは、みたいな感じで、心情っていう意味で使われるんですけど、でもこっちの意味ではあんまり僕は TOEIC では見たことがなくて、方針とかやり方っていう意味で出てきますね。この方針っていうのは、こういう時はこうしますっていうやり方で、これ規定って訳してしまった方がいいことも多いです。例えば、returns policy だったら、returns っていうのは返品なので、返品規定ですね。さっきそれこそ出てきた、返品するときは、original packaging。元々の包装に入れて、返品してくださいね、とかそういうルールのことですね。だから、ポリシーってルールって思っちゃってももういいぐらいです。カンパニーポリシーっていうね、言い方もあるんですけど、これって会社の規則ぐらいで思った方がスッと入ってきますね。会社の方針って訳されることも多いんですけど、どっちかっていうと、お休みに関する規定とか、退職に関する規定とかのこともひっくるめて、カンパニーポリシー、会社の規定みたいな感じで使われることが多いです。はい。で、次、41番、コミュニケートですね。これコミュニケートはもちろん、コミュニケートウィズ誰々でコミュニケーションをするとか、意思疎通をするという意味があるんですけど、こんな感じで使われることもあります。コミュニケート、アメッセージ、トゥ、誰々。これはメッセージ、伝言を伝えるっていう意味があるんですね。これ動詞でね、コミュニケート、アメッセージ、トゥ、誰々で、誰々にメッセージを伝えるみたいに、使われることがあります。これも確かなんか前、トイックでね、答えになってましたね。はい。はい、42番、minutes ですね。minutes っていうのは、分、まあ、1分、2分で、1 minute、2 minutes、3 minutes なんですけど、はい、meeting minutes とか、この meeting はない時もあるんですけど、minutes。こういう形で出てくることがあります。これ何かっていうと、議事録ですね。会議の記録。なんか会議でこんなこと喋りましたよっていう、まあ、そういう紙というか書類なのかな。はい、minutes。meeting minutes は会議の記録とか議事録っていう意味で、こっちでよく出てきますね。はい。で、次に行きます。43番、プレゼントですね。まあもちろん、プレゼントっていう意味もあります。贈り物ですね。贈り物っていう意味のプレゼントもあるんですけど、これね、いろんな意味があるんですよね。これ皆さんどれぐらい意味知ってますかね。はい。もういろいろあるんで、とりあえず一個ずつ見ていきますね。present a proposal, present photo identification, present Mr. Ito with an award. He was present at the meeting. present address. まあこんな感じでいろんな意味で使われるんですけど、まず一個ずつ見ていくと、present a proposal. proposal っていうのは、提案とか提案書のことです。で、提案を出すですね、これね。提案を提示するとか。あ、まあ、あれか。日本語でプレゼンって言いますよね。発表のことね。提案を発表するぐらいに思ってもいいですね。うん、プレゼンするとか。そんな感じで使われます。で、これ、present photo identification。このプレゼントも動詞で、photo identification っていうのは写真付きの ID、身分証明書を present、提示するとか、見せるっていう意味です。次。present Mr. Ito with an award。これは伊藤さんに an award 賞を present これは授与するっていう意味があるんですね。はい。ここまで動詞の present ですね。次。He was present at the meeting. これは会議に彼がプレゼントでしたよ。これ何かっていうと、その場にいるっていう意味です。出席しているっていう意味です。ただ、彼は会議に出席していましたっていう意味ですね。この present は形容詞ですね。はい。で、次の present も、形容詞です。present address。まあ、アドレスっていうのは、住所ですね。present address っていうのは、現在の住所で、現住所っていう意味ですね。まあ、present はね、動詞だと present なんですけど、いろんな意味があるのでね、これ全部すごくよく TOEIC に出ますので、ぜひ覚えておきましょう。じゃあ次いきます。残り10個ぐらいですね。はい。今出てきた address、まあ、住所なんですけど、実は address は、住所以外に動詞でよく使われます。はい、こんな感じですね。address a problem とか、address an audience。まずはここまで行きましょうか。はい。address a problem っていうのは、問題に取り組むっていう意味です。で、address an audience っていうのは、アーディエンスは聴衆とか観客なんですけど、観客の方に話すっていう意味ですね。で、これ何かっていうと、もともと address、もともとかどうかわかんないですけど、address っていうのは、住所を宛名を書くって意味があるんですよ。で、宛名を書いて手紙をそっちの方向に向けるって意味があるんですけど、
だから address っていうのはもともと何か意識とかをそっちの方向に向けるって意味があるんですね。だから address a problem は問題の方に意識を向けて取り組むっていう意味になって、an audience address an audience っていうのは聴衆観客の方に意識を向けるから話しかけるっていう意味で使われます。でこっから実は名詞でも使われて、keynote address っていう言い方があります。これは keynote speech とも言うんですけど、まあまあ keynote speech って言ったらこれスピーチだなってわかると思うんですけど、keynote っていうのは基調演説の基調のことです。その会議で一番重要な根本的な原則的なことを話すスピーチですね。基調演説、まあこういう言い方があります。まあこれ address an audience はスピーチをする、話しかけるだし、 keynote address だとまあスピーチっていう意味になるんですよね。この辺もちょっとレベルは高いですけど覚えておくといいですね。次 carry 運ぶですね。まあ、普通は carry a box、 まあ箱を運ぶとか carry passengers、 passengers 乗客を運ぶ、まあ乗客を輸送するみたいなんで使われるんですけど、こういう風にも使われますね。お店の人が we don't carry 何々って言ったりとか、あとは買い物客が do you carry 何々って言ったりしますね。買い物客っていうかまあ普通にお客さんですね。これはどういう意味かっていうと、 carry には商品を扱ってるとか店に置いてるっていう意味があるんですよね。だからお店の人が We don't carry 何々って言ったら、ああこれうちに置いてないんですよ、だし買い物客の人が Do you carry 何々って言ったら、この商品置いてますかって言ってるってことですね。この carry は結構意外な意味ですよね。でまあでも結構普通に出てくるのでぜひ覚えておきましょう。じゃあ次いきます。46番、 deliver。 まあ deliver ってね、まあデリバリーから分かるように配達するっていう意味なんですけど、こういう風にも使われます。 deliver a speech とか deliver a lectureですね。うん、これはスピーチを配達するじゃなくてスピーチをするです。単純に行うとかレクチャーをする、まあ講演するですね。まあ、これはするです。まあ多分とは言ってももちろんデリバーって届けるって意味なんで、まあ、よくよく考えるとスピーチも相手に届けるものだし、レクチャーも相手、まあ聞いてる人たち生徒たちに届けるものなんで、まあ一緒っちゃ一緒なんですけどね、意味としてはね。はい。でちょっと難しい言い方で delivery っていう言い方があって、まあデリバリーですよね、配達っていう意味ではもちろんあって、でもこっちの名詞化もあるんですよ。この子でも delivery っていうのは話し方とか話しぶりっていう意味です。まあこれもあれですよね、届け方だから、なんか相手への伝え方っていう意味でデリバリーがどうのこうのっていうね文脈で出てくることもあります。まあ、トイックでよく出てくるのは動詞ですけどね。deliver a speech とか deliver a lecture って、まあ、すごくよく出てきます。はい。はい、あと少しですね、頑張っていきましょう。47番、claim ですね。claim には、クレームをつけるっていう意味はありません。この claim には、言い張るとか主張するっていう意味があります。claim that 何々でよく出てきますね。ざっと以下のことだと、を言い張るとか主張するですね。まあまあ、これ、クレームのある種の一つのなんだろうな。クレームの一部ではありますけどね。はい。なんですけど、まあ別に、必ずしも、この商品壊れたんだけどっていうクレームじゃなくても、普通に主張するときに使います。あとは、自分のものだと言うっていう、これ訳すとなんか長くなっちゃうんですけど、何々を自分のものだと言うっていう意味もあります。claim a lost item。lost item は紛失物ですね。紛失物を、自分のものだと言うっていう意味ですね、これは。忘れ物取扱センターみたいな場所で、claim a lost item をすることがありますね。これ、僕のものですとか言ってね、言うっていう言い方でクレームが使われることもあります。あとは、まあ、これ、すごく似てるなと思ったんですけど、バゲージクレームってあるじゃないですか。空港にね、バゲージクレーム。これって、手荷物引き受け所、手荷物を自分のものだと言って、これを引き取ることじゃないですか。引き取る場所じゃないですか。だからね、そこからバゲージクレームっていう風になってます。このクレームってのはこれ自分のものだというっていうところから来てますね。はい。引き換えみたいな意味があるのかな、名詞でね。はい。はい、じゃあ次です。effective、effective っていう単語。これは効果的なっていう意味で普通はね、ご存知だと思います。でもこういう言い方って知ってますかね。The law will become effective next month とか、effective next Monday みたいな言い方があります。はい。The law、法律がなりますよ。effective になりますよ。next month、来月。この法律は来月有効になりますって意味ですね。はい。まあ、実施されるとかでいいんですけど、実施される施行されるとかでいいんですけど、そういう、まあ、必ずしも効果的、なんかこの運動をすると、この筋肉をつけるのにすごく効果的だ、みたいな、そういう効果的だけじゃなくって、有効なっていう意味になるんですよね。法律とかが有効な、ルールが有効な、みたいな。で、同じで、これとほぼ同じ意味で、実は、effective next Monday みたいなのが、いきなり文の中にポーンって出てくる時があります。これ何かっていうと、次の月曜日から有効になりますよ、から実施されますみたいな文脈で使われます。例えばなんですけど、この前に、伊藤さんが会社を辞めます、effective next Monday みたいな言い方があったりするんですよね。あとは伊藤さんが昇進します。伊藤さんがこれから部長になれます、effective next Monday、来週の月曜日から、みたいな言い方で使われます。これいきなりスポンって。文の最後とか文の最初にいきなりポンって出てきたりすることがありますね。このエフェクティブの使い方も覚えておくといいかなと思います。まあ、意味としては有効って意味ですね。はい。まあ、有効って考えたらね、効果的なんで、まあ、繋がってるんですけど、知らないとなんかね、変な感じで訳しちゃいそうですよね。はい。残り少なくなってきましたね。はい、頑張っていきましょう。49番、advise。
アドバイズはもちろん助言するっていう意味があります。アドバイズ、人、to do で、人に何々するよう助言するとか、おすすめするっていう意味があるんですが、こういう風に使います。アドバイズ、人、of 何々。アドバイズ、人、that 何々。ね。まあ、こういう形で出てきた場合は、あ、もしくはね、単純にアドバイズ、人だけで出てくる時もあるんですけど、これは inform とか notify と同じ意味です。inform とか notify は何かっていうと、通知するとか知らせるっていう意味があるんですね。だから advise 人 of 何々だと人に何々のことを知らせる。これもざっと以下のことを知らせるっていう意味になるんですよね。文の中にいきなり please advise your supervisor とか出てくる時があって、スーパーバイザーってボス、なんだろう、上司のことなんですけど、あなたの上司にアドバイスしてください。アドバイスしてくださいっていきなり出てくる時があって、これって何かっていうと、助言してくださいじゃなくて、上司に伝えといてねとか知らせといてねっていう意味ですね。はい。このアドバイスも知ってないと、助言アドバイスって思ってしまうのでね、ぜひここの場で覚えておきましょう。はい、50番 reservation ですね。 reservation はもちろん予約っていう意味があります。 make a reservation って、まあすごくね、すごい必須の単語です。なんですけど、時々こういう形で出てきます。 I have some reservations about 何々とか express reservations ですね。この reservations っていうのは、私は予約がどうのこうのじゃなくて、何々に関する懸念があります。懸念ってあれですね、こういう感じの懸念ですね。心配とか気がかりって言ったらいいんですかね。私はこれに関して心配してますとか、これどうなんだろうって思ってますって意味なんですけど、express reservations も同じ意味です。express は表明するとか表現するなんですけど、気がかりを表明する、表現する、言うってことですね。っていう言い方で出てきます。はい。この reservations は結構意外っちゃ意外な単語ですよね。はい。っていう感じで51番 novel いきます。この辺難しいですね。 novel っていうのは、まあ普通小説って思うじゃないですか。小説以外の意味ってね、知ってますかね。形容詞なんですけど、例えば a novel approach みたいなね、言ったりします。 a novel approach、 まあアプローチってのは、なんだろうな、やり方じゃないですか。日本語でもアプローチって言いますよね。 novel approach っていうのは、斬新なみたいな意味があるんですよ。斬新っていうのは、まあこういうことですね。斬新なですね。やった新しいとか、今までにない、これはなかなか新しいアプローチですねみたいな時に a novel approach って言います。はい。残り2つですね。52番、express。まあ、さっき言いましたね。表現するって意味があります。あと、有名なのは特急のっていう意味がありますよね。まあ、早いって意味なんですけど。express concern about。あ、それさっきと一緒ですね、これね。何々についての心配を表現する。まあ、表明するとか、express interest in 何々。何々への関心を示すみたいな意味で使われます。あとは、express delivery だと、デリバリーが配達なんで、特急の配達なんで、速達っていう意味になったりしますよね。まあ、この辺は基礎としてしっかり覚えておきたいんですが、こういう風にも使われます。give express consent。give express consent。これは、consent っていうのは、consent 自体はね、同意っていう意味なんですけど、同意をあげる、まあ、同意してあげることなんですけど、この express っていうのは、はっきりと示したって意味なんですよ。まあ、だからこういう意味ですね。はっきり同意を明言する。あ、おかしいですかね、日本語で、ね。まあ、同意を明言するって意味ですね。はっきりと言うってことです。なんだろうな。上司からのはっきりとした同意をもらってないとダメですよみたいな、まあ、例えばそういう文脈で使われます。 give express consent ですね。だからこの express ははっきりとしたっていう意味です。なんとなくね、この表現するともつながってそうではあるので覚えやすいとは思うんですけど、知らないとなかなかんって思うのでね、はい、ぜひ覚えておきましょう。じゃあ次、最後です。最後はですね、これです。service。まあサービスはサービスなんですけど、これの他の意味って知ってますかね。この二つは違う意味なんですけど、まず一つ目、after 20 years service with the company。これわかりますかね。これは従業員の人が退職するとき、会社を辞めるときとかによく使われる表現です。after 20 years service with the company。会社での20年間での勤務の後でですね。service には勤務って意味があります。この service っていうのは、serve、勤めるっていう動詞の名詞形なんですよね。だから20年間の勤務の後でっていう、まあこれ with the company あったりなかったりするんですけど、20年間の勤務の後で、ミスター誰々さんがリタイアします、退職しますみたいなね。まあそういう文脈で service ってね、勤務って意味で使われます。あ、別にこれだけじゃないんですけど、まあ勤務っていう意味があります。はい。で最後、service a car。これは動詞です。service a car。これわかりますかね？車にサービスするじゃないですよ。車にカーナビつけるとか、車のタイヤいい感じのものにしときますよっていうサービスじゃないです。はい。これは何、どういう意味かっていうと、これは点検修理するっていう意味になるんですね。service a car ね。これはなんでこうなるのか僕は知らないんですけど、なります。点検を、普通に車をしっかり点検して、何か悪いところがあったら修理まですることを含めて、service a car って言ったりしますね。これ結構難しいというか、これ結構知らない方が多いんじゃないですかねっていう。うん、こんな感じです。service って、ね、意外ないろんな意味がありますね。
っていう感じですね。はい。以上で53個ですね。今、今日これ全部ね、知ってる方がいたら結構すごいなって思うんですけど、この53個の単語はですね、まあめっちゃよく出てきますので、今日結構駆け足でね、はい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 って紹介したんで、まあこの動画を見ただけではなかなか覚えれないとは思うんですけど、まあ何度かこの動画見返していただいたりするといいかなと思います。本当にもう毎回のように出てくるものも、特に前半の30個ぐらいはですね、毎回トイック出てくるんじゃないかなと思いますね。まあ後半の最後の方は最後10個とかは、出てくる時もあれば出てこない時ももちろんあるんですけど、まあだからね、難しいっちゃ難しいんですけど、でもこの辺もしっかり覚えておくと、読み間違ってとか意味を取り違ってミスすることってのがなくなりますので、ぜひですね、53個の単語覚えておきましょう。はい、じゃあですね、今日はこんな感じです。今回の動画がもし役に立ったよっていう方はですね、ぜひいいねボタンを押してください。そうすると僕がとても喜びます。とても、動画を作るモチベーションになります。というところで今日は以上になります。じゃあ引き続き英語の学習頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。